平均寿命、平均寿命とは、平均寿命の寿命とは、いわゆる天寿ではなく、死因に関かかわらず生まれてから死ぬまでの時間である。各国の人間の平均寿命の具体的な数字については、国の平均寿命順リストを参照のこと。人口統計では、定常な対象となる年の各年齢の死亡率が、今後も維持される仮想的な個体群について、 平均寿命を求める。つまり、平均寿命とは0歳の平均余命のことである。平均余命は年齢によって異なり、例えば平均寿命が80歳だとしても、今79歳の人が平均で、あと1年しか生きられないということではないので注意が必要である。2017年現在、80歳まで生きた場合の平均余命はおよそ10年である。平均寿命は、 年齢別の推計人口と死亡率のデータを使い、各年齢ごとの死亡率を割り出す。このデータを元にして平均的に何歳までに寿命を迎えるかを出す。日本の厚生労働省が発表している日本人の平均寿命はある程度以上の年齢のデータについては除外して計算している。これはあまりに少数の高齢の人物のデータを参入すると、その生死によって 寿命の統計が大きく影響を受けてしまうからである。データ除外の基準は年度によって異なり、2009年度の調査では98歳以上の男性と103歳以上の女性に関するデータは取り除いている。つまり、日本の平均寿命は正確なデータではなく、実態より短めに計算されていることになる。平均寿命は個体群によって大きく異なるが、 寿命の上限はほとんど変わらないため、平均寿命の違いは、人工ピラミッドの形の違いとして現れる。個体群が定常的な場合、山形の人工ピラミッドは、低い平均寿命、釣り金型の人工ピラミッドは、高い平均寿命が反映されている。ただし、近年に平均寿命が大きく変化した場合、人工ピラミッドは現在ではなく、過去の平均寿命を反映している。 また、人口が急増しているときは、人口ピラミッドは山型になる。寿命の平均である、平均寿命に対し、寿命の中央値を寿命注意数という。平均寿命が長い個体群では、若者、特に乳幼児の死亡がロングテールとなり、平均寿命は、寿命注意数より少し、日本では男女とも3年程度低い。逆に、平均寿命が短い個体群では、 高齢者がロングテールとなり、平均寿命が寿命注意数より高い。平均寿命が長くなるということは、それだけ高齢者の数が増えるということを意味する。世界保健機関、風の世界保健統計2019年版によると、2016年の世界の平均寿命は72.0歳、男性69.8歳、女性74.2歳。 発展途上国で乳幼児の死亡率が低下したため、2000年時点により5.5歳伸びたものの、高所得国が80.8歳であるのに対して、アフリカ大陸などにある低所得国は62.7歳と、国の経済水準による格差が大きい。2013年のデータによると、平均寿命が特に短い国は、アンゴラ、アフガニスタン、ナイジェリア、チャド、 スワジランドなど。一番短いアンゴラは男性が37.7歳、女性39.8歳しかない。特に長い国は日本、マカオ、シンガポール、香港、スイス、イタリアなど。例えばマカオは男性81.5歳、女性87.5歳。つまりアンゴラの平均寿命はマカオのそれの半分以下である。 1971年から1980年のデータで糖尿病患者と日本人一般の平均寿命を比べると男性で約10年、女性では約15年の寿命の短縮が認められた。このメカニズムとして高血糖が生体のタンパク質を非構素的に透過反応を発生させ、タンパク質本来の機能を損なうことによって障害が発生する。 この糖化による影響は、コラーゲンや水晶体タンパククリスタリンなど、寿命の長いタンパク質ほど、大きな影響を受ける。例えば白内障は、老化によって引き起こされるが、血糖が高い状況では、この老化現象がより高度に進行することになる。同様のメカニズムにより動脈硬化も進行する。また、糖化反応により生じたフリーラジカル等により、酸化ストレスも増大させ、 アルコールの過剰摂取により、平均寿命が短縮することが指摘されている。ロシア人男性の平均寿命は63歳と、開発途上国並みの水準であったが、この原因の一つとして、ウォッカの飲みすぎが挙げられている。ロシアではストレートで飲むのが普通。ロシアがん研究センターや、イギリスオックスフォード大学が、ランセットで発表したところによると、ロシア人の死亡率は、 ウォッカの規制とともに変動ししててきたと指摘している動物の場合、人間のような正確な統計計算はせず、平均寿命は概数として言うことが多い。野生動物では、陽性の高い死亡率が平均寿命を著しく引き下げる。これを意味のない数値とみなして、ある程度成長した個体のみの寿命を平均する場合もある。参考までに、 一例として、身近なペットの一種、犬を選び、平均寿命について解説する。犬は犬種ごとに平均寿命が異なることが広く指摘されている。例えば、小型犬、中型犬、大型犬といった、ざっくりとした分類でも、平均寿命の違いがあることが知られており、それぞれの大きさの平均寿命を考慮した、犬人年齢換算表のようなものも知られている。 林谷秀樹、にひで2001、犬と猫における長寿に関わる要因の疫学的、解明、1995から1998年のデータを用いた論文によると、日本の犬の平均寿命が11.9歳。純血種と雑種、ミックス犬の比較では、純血種が11.3歳、雑種が13.3歳であった。なお、 犬の平均寿命はここ数十年で急激に変化してきており、1983年、昭和58年に、石垣久氏、現、一般社団法人ペットフード協会会長が指摘に行った調査では、犬の平均寿命は7.5歳だったという。つまり、最近30年ほどで、犬の平均寿命は2倍ほどに伸びた可能性が高い。ペットを、どのように育てるか、 ということが変化してきており、特に大きな要因として犬に与える食事の変化が挙げられ、かつては人間の食事の残り物を与えていたので犬には合っておらず、その後、犬独特の栄養事情も考慮した犬専用の餌、ドッグフードの普及率が高くなったこと、昭和62年で20.9%、近年では90%以上が大きいと分析されている。 素粒子や放射性各種などでは、平均寿命はそれらが自然体数の底の逆数まで減少するのにかかる時間のことであり、下に示すように崩壊定数とは逆数の関係にある。また、半減期とは平均寿命に比例関係あり、平均寿命の場合が半減期に相当する。平均寿命を崩壊定数をとして示すと自意識になる。この定積分は、 抗議積分であるから、これを計算すると、と平均寿命との関係が得られた。あるいは半減期の同質同様、平均寿命が経過すると、自然体数の底の逆数にまで減少する関係から、遠いてもこれを単について解くことによって、まず両辺の自然体数を通り、のようにして得られる。また半減期は、であるが、これを、平均寿命と崩壊定数との関係式と、 見比べれば、確かに倍していることがわかる。詳しい式同質は放射改変の微分方程式も参照せよ。この微分方程式の回の時間に半減期を代入して、半減期について解けば、半減期と法壊定数の関係式が、上でもやったように平均寿命を代入すれば、平均寿命との関係式が得られるわけである。また、次のような理解の仕方もできる。 少数の長生きする粒子が平均を引き上げるため、平均寿命は半減期より長い。素粒子に限らず、一般に無記憶な個体の群では、この関係が成り立つ。工業製品の場合は、平均使用年数、平均対応年数などということが多い。実際の使用実績を述べる場合と、予想を述べる場合とがある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。